今回のテーマは1952年昭和27年です。もしよろしければご視聴前にチャンネル登録をお願いいたします。それでは本編をお楽しみください。1952年昭和27年は日本にとって非常に重要な年であり、多くの歴史的な出来事が起こりました。この年は日本が第二次世界大戦後の占領統治から独立を回復し、新たな国家として歩み始めた年でもあります。1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効しました。この条約により、日本は連合国による占領から独立を回復し、主権国家として再び国際社会に復帰しました。これに伴い、アメリカ合衆国を中心とする連合国軍の占領統治が終了し、日本は主権を回復しました。サンフランシスコ平和条約の発効に伴い、日本本土は独立を回復しましたが、沖縄や奄美群島、そして小笠原諸島などの南西諸島はアメリカ合衆国の施政権下に置かれました。これにより、これらの地域は日本の統治から離れ、アメリカの軍事拠点として利用されることになりました。同日、日本とアメリカ合衆国との間で安全保障条約が発効しました。この条約により、日本の安全保障がアメリカとの軍事協力を基盤とする形で構築されることになりました。アメリカは日本国内において基地の設置や軍隊の駐留を続け、日本の防衛に関与することとなりました。1952年は自然災害の年でもありました。3月4日には十勝沖でマグニチュード 8.2 の地震が発生し、津波が北海道沿岸を襲いました。この地震では28名が死亡し、多数の建物が被害を受けました。また、7月18日には奈良県でマグニチュード 6.7 の地震が発生し、9名が死亡しました。これらの災害は、戦後復興期の日本にとって大きな打撃となり、災害対策の重要性が再認識されました。5月1日には、血のメーデー事件が発生し、デモ隊と警官隊が衝突し、死者2人、負傷者多数を出す大きな事件となりました。この事件は、日本の労働運動と、警察との対立が激化していたことを象徴するものでした。8月28日、吉田茂首相が衆議院を解散。その後、10月1日に第25回総選挙が行われました。この選挙では自由党が勝利し、吉田茂が再び首相に就任しました。吉田政権は戦後日本の経済復興や国際社会への復帰を進める中で安定した政治基盤を築きました。2月1日、日本初のテレビ放送が NHK によって試験放送として開始されました。8月28日には本放送が開始され、東京地区でテレビ放送が一般に視聴可能となりました。これにより、テレビという新しいメディアが日本社会に浸透し始め、情報伝達や娯楽のあり方が大きく変わりました。プロ野球がますます人気を博した年でもあります。読売ジャイアンツがセントラルリーグで優勝し、日本シリーズでは南海ホークスを下して日本一となりました。プロ野球は戦後の娯楽として多くの国民に支持され、国民的スポーツとしての地位を確立しました。この年は日本初の公衆電話が高架式で登場し、手塚治虫の鉄腕アトムが少年誌で連載を開始するなど、新たな文化の芽吹きが見られました。また、ファッションではナイロンブラウスやトッパーコートが流行し、食生活にも変化が現れ、森永ホモ牛乳や永谷園のお茶漬け海苔などの新食品がヒットしました。それでは、1952年、昭和27年を時系列で見ていきましょう。1月1日、宝塚歌劇団が源氏物語を上演しました。1月13日、黄変米事件が発生、ビルマから輸入された米の一部が黄色く変色しており、問題となりました。1月21日、北海道札幌市で日本共産党による警察官射殺事件、白鳥事件が発生しました。1月23日、NHK が国会中継のラジオ放送を開始しました。これにより、一般市民が国政の様子を直接知ることができるようになりました。2月4日、トカラ列島がアメリカ軍の統治から日本に返還されました。2月28日、日米行政協定が調印され、アメリカ軍が
日本国内での基地運用を継続する枠組みが整えられました。3月4日、十勝沖地震が発生、津波により多数の犠牲者が出ました。4月1日、高架式公衆電話が初めて登場しました。また、漫画、鉄腕アトムの連載がスタートしました。4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効し、日本が正式に主権を回復しました。5月1日、第23回メーデーが行われ、労働者と警官隊の間で衝突が起こり、死者、負傷者が出ました。血のメーデー事件、5月19日、白井義雄がボクシング世界フライ級で日本人初の世界チャンピオンとなりました。7月18日、奈良県で吉野地震が発生、死者9名の犠牲が出ました。7月19日、ヘルシンキオリンピックが開催され、日本は16年ぶりにオリンピックに参加し、レスリングの石井翔八が金メダルを獲得しました。8月8日、巨人軍がプロ野球チーム初の1000勝を達成しました。9月1日、八丈島南方で海底噴火が発生。この影響で調査船、第5海洋丸が爆沈し、多くの犠牲者が出ました。1952年は、日本が戦後の占領期を終え、独立を回復して、新たな時代を迎えた重要な年でした。これらの出来事は、日本の現代史において、大きな転換点となり、以後の日本社会の発展に大きな影響を与えました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったという方は、コメントと高評価、よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。